5月6日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峯村健司さんと元航空自衛隊空将の織田邦夫さんですさらにアレス投資顧問株式会社の阿部隆さんに注目の銘柄について解説していただきます今週もお付き合いいくださいそれでは今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。 日銀上田和夫総裁就任後初めての金融政策決定会合岸田総理大臣がアフリカを歴訪全米14位のファースト・リパブリック・バンクが経営破綻パラグアイ大統領選挙台湾との国交を維持へロシア大統領府に無人機攻撃と主張ウクライナは否定岸田総理自衛隊の憲法明記について極めて重要と発言 アメリカ FRB のパウエル議長が0.25%追加利上げを発表こういったニュースを取り上げましたえさて今週の聞きどころですえ5月3日は憲法記念日でしたのでえ3日には憲法改正に関する世論調査について佐々木俊直さんに憲法改正や有権者が一体どんなことを政治に求めているのかどうすれば今後憲法改正の議論が進むのか 世論調査の結果をもとに解説していただきましたそれでは今週のプレイバック憲法改正に関する世論調査メディアによって異なる結果日本国憲法はきょう1947年の施行から76年を迎えまして各メディア報道機関が憲法改正に対する世論調査をまとめております 共同通信では岸田総理が自民党総裁任期中に意欲を示す憲法改正の機運に関して国民の間で高まっていないがどちらかといえば高まっていないも含めて合わせて71%に上ったとしておりますで毎日新聞の世論調査では岸田総理の在任中に憲法改正を行うことについて尋ねたところ賛成35%反対の47%を下回ったということであります で一方で読売の調査では憲法改正賛成 61%2 年連続6割台、えー、産 k f n n 合同世論調査では賛成52.4%反対の35.5%を上回りましたまあどちらかといえばどう取るとかいろいろなかなか微妙な各社、えー、世論調査結果ではい毎日のはね確かに反対 反対がが多い感じがするんだけどこれ岸田首相在任中に賛成ですかっていう、はい、そういう質問のしかとをしてるのでいや、ええ、それは反対が多いんだよねでも同じ毎日の世論調査の質問で「はい、憲法9条改正して自衛隊を明記するのは賛成ですか?」っていう質問には、うん、賛成55反対31で上回ってる<ー>つまり憲法改正は OK って人が実際には 多ただなんかあんまり拙速でやってほしくないって気持ちの人が実は多いんじゃないかだか読売なんかは憲法改正賛成が 61%3 年連続でって、はい、多数なんですけどよくその記事を読むとですね岸田首相の在任中に憲法改正が実現すると思うかって人は岸田在任中に憲法改正が実現すると思うって人がわずか10%。 お思わないが87%っていうねだからなんか改正してほしいけどじっくりやってほしいと思ってる人が実は多いのかなっていう感じはしますねまだそこまで議論されてないよねと、うん、まあそこの部分がこの共同の機運高まらずっていう,う,いうことですよねうんだからまあ 基本的には多分自衛隊の存在名義に関して OK なんだけどその他、一体どういう項目を盛り込むのかあるいは削るのかってところを、えー、ちゃんともうちょっと議論してほしいあんまりそこはね何がどうなるのかっていうのがよく分かってないところもあってってことじゃないですかねねまあね衆参両院で憲法審査会というものがあって、まあ、そこで議論をするんだということになってますけれどもそうそう毎週やるのは猿だとか言った立憲民主党の議員もいましたけどもいましたね。<laughs> だからね <laughs> それこそまあい,いわゆる護犬という人たちの中には。うんうん こういう会議を開催してしまうと憲法改正に進んでしまうんだから会議なんか開催しなほうがいいんだと <laughs> いやそこまでいったらもはや憲法が何か宗教の協定になってしまってていやそう一切触っちゃいけないって話になってしまいますよねなんかそれってその熟議で決めていくよっていう民主主義の一つのプロセスを否定するような気もするんですけども、ね、憲法の理念そのものがそもそもちゃんと時代に合わせて物事を考えていくって民主主義のね根本に立っ あまりにも憲法を強点化してしまうこと自体は僕はね憲法の理念に反するんじゃないかなと思いますけどねうん、まあ、立憲主義っていうものを、ねうん、まあそれこそこう憲法を守ろうよっていうかあんまり変えないがいいっていう人たちがそう言うけれども。うん そ,それを祭り上げちゃうことが果たして大体世界的に見てもそんな憲法を協定にして一切一言一句変えるなんて言ってる国はどこにもなくてですね結構多くの国で憲法っていうのは頻繁に改正されてるわけですからよく見習いて言われるドイツでさえね,ね基本法という形でありますけど60回以上変えてるそうなんですよねだからまあちゃんと議論するのは大事。 だから憲法一切改正するなっていう大前提はまあもはや僕は国民の間で共有されてないと思うのでそれはごく一部の本当にあの限界的なね左翼の人が言ってるだけじゃないかなと思うんですよだからまあでもとはいえねそ,のそれこそ憲法改正問題で必ず出てくるのがあの自民党が野党時代2012年ぐらいですねあの自民党憲法改正 みたいなのがあ,っあれが、ね、なんか結構ひどい内容だったのでんまあ,あんなふうにしちゃいけないよねって、まあ、戦前の、ね、価値観に戻すみたいな割に色濃く出てたやつでただ、はい、あの野党時代のね憲法改正支援を今言ってる自民党員はいないうんな基本あれはな,、まあ、なかったことにしてる。ただ なかったことにしてないじゃないかっていうね<ー>批判もあるので、期間決定的には言ってるじゃないかという話。そうそうそうだから自民党はねあれはなかったんだってことをちゃんと明確に言ってほしいなと僕は思いますけどね。まああのあの当時ね、えー、野党で、そしてまあ当時の与党、うん、民主党とのき違いを際立たせるためには。うんうん こういううものの作るべきなんだとといいがまあ議論としてはあったわゆる保守系の支持者固定支持層に受ける内容だったということだと思うんですけど、うん、でも実際今の自民党の支持が高いのは別に固定保守層がです、ねはい、多いからではなくてどっちかっていうとその政権交代はしてほしいと思うけれども一方で自民党以外の野党に。 イメス信頼がならないので、まあ、消極的に自民党支持してるって人多いねその中心的なのは保守層というよりまあ都市リベラル層ですよね、うん不動票的なねで、その人たちが自民党支持してるでその人に受けるのは別にあの古臭い保守系のね、えー、憲法思想案ではないわけだから、まあ、現実に即したものもうそうなんですねもう一回改めて、ね、こういうふうに憲法を変えていくんだってことをもう一回岸田さんがちゃんと明記して。 あの明快に言っっててほししいなってい感じはしますよ、ねうんまあ、このね、えー、ウクライナの、まあ、ロシアによる侵略があったりとか、うん、まあ周りの情勢、台湾問題などを考えると、うん、まあ救助も含めて、うん、いや、このままじゃまずいよねっていうのは、なんとなく共有されてるよねそこの部分が、うん、じゃあ、憲法議論に正しく反映されてるのかってい、ね、うね、んうん、そうですよね。うん さあ憲法記念日ということでね各社の憲法に関する世論調査の話が出てまいりまして前半戦、それを扱ってまいりましたでじゃあ、これ憲法を変えるにはということを考えると衆参両院で3分の2以上の賛成によってまず発議をして、うん、そして最終的には国民投票で決めるというプロセスが待っておりますそういう意味では政治の責任というのは大きいそうですね。だから今後の,その国 がどういう勢力図になるのかっていうのはずっと議論されていて、はい、で結局、自民党が一極集中型になりでですね、はい、で野党が自民党の批判をしっていう構図ってそれってまさに55年体制の自民党と社会党と変わらないじゃないかと社会党はもう政権取れる見込みがないからとりあえず、はいえー、自民党の批判用だけを受け入れるみたいなねそういう構図になってて今はそれそうだよね。 っっていう感じだだたんだけどんなんかねちょっと違う感じになってきてるなと。はい、で注目されてるのが4月末に朝日が出した世論調査で政権交代どう思いますかっていうのを有権者に聞いてみたら政権交代があった方がいいって考えるのが54%ーでそれに対して政権交代なくていいって言ってる人は39%とだから政権交代みんな期待してるんだよねと。じゃあじゃあ政権交代期待してるからといって。 えー、<laughs> 野党についてはどう思うのか <laughs>、ね、野党が政権交代できないのはなぜなのかっていうことを聞いてみると、はい、回答で一番多いのが批判ばっかりしてるから2番目が具体的な政策提言がないからとい、ねはい、結局そこでその、まあ、野党ってここで言ったのは多分立憲民主党だと思うんだけど野党第一党の、ね、そこに対する期待感が急速に薄れてるって状況があると。で一方で この前の統一地方前ですね4月のね、はい、前半戦後半戦両方ありましたけど、えー、結果として 維新、国民民主がすごい躍進、維新なんか、ね、1.5倍に地方議員増えてますからね、はいで、立憲民主、共産党が、ね、大変な交代をしていると、うん、でも共産党は結構壊滅的ですよね、あのお膝元の京都なんて本当に革新自治体で、はい、そうですねかつては知事まで出したと、うん、そうなんですよ、それこでもう3分の2ぐらいに、ね、減ってしまったりとかしてるわけで、大変な交代をしていると。 でそうするとまあ国政がねどうなるのかまだわかんないんですけど、はい、政党支持率で見てももはや立憲民主党よりも維新の方が多くなってるっていうねでこのままの状況でいくと国政レベルでも維新が野党第一党になってる可能性が高く、うん、まあ立憲民主がねまあ、いわゆるネットスラング的に言うと社民党化していくっていうね。うんうん 要するに、ものすごく固定支持層の左派系の人たち向けに生きながらえるだけの政党になっていくんじゃないかなっていうねそうすると、その人たちに受けるためにより極端な主張を繰り返しそれをやっていくうちにどん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 あの外側の支持層が剥がれていってコアな支持層だけがどんどん小さく小さく残っていくっていうねまあ社民党化ですよね。だからまあ立憲民民主社民共産あたりの がまあ、多分56%ぐらい多分人口のうちいるのかなと思うんだけどう人口と有権者のうちね。はい、でここがまあねその固定的な左翼層の、えーえー、支持をうん一点に引き受けてでじゃあそれ以外の人はどうなるかっていうと結局最終的にもう自民党 VS、はいえー、維新国民民主連合っていうね自民公明対維新国民民主 っていうね、この構図に僕は、ね、やり手正当性、実は図らずも、そうなっていくんじゃないかなって感じはちょっとしてるんでまあねあの、この間の入管難民法の改正案の審議なども、うんまあ、立憲民主の中でも、まあ、現実路線を歩もうよっていう人たちの中で、修正協議もかなり煮詰まったところまで行ったんだけれども、最終的にひっくり返したとそうなんですよね、あれは、ね、本当にもったいない話で、うん、かなり自民党、歩み寄って。はい ね、第三者機関の設置とか、そうですね、不足にそれを書いておる、うんね、んですよ、ね。で、これは自民党側としてもすごい譲歩だってみんなが言ってたぐらいで、うんはい、でこれ、立憲民主、飲むかなと、当然、誰もが思ってたのが、うんうんうん 要するに立憲民主内の、はいまあ、左派系が反対してこんなの生のレと結局設置って書いてないじゃないかと不足に書いただけじゃ意味がないじゃないかと不足,、うん、不足じゃだめだっていうね、うん、不足でいいんじゃないかと僕は思ったんだけど、まあ、不足で書いとけばあれどうなったあれどうなったって毎回質問でできますすからねよ結局反対に回ってしまったので不足も外れてしまったというねうこれってね本当に今のそのそ 立憲民主と政治の関係を如実に表していて、はい、要するに小刻みな改善じゃダメだと、えー、とにかく徹底的に反対して批判するのが野党の役割なんだっていうのが割に立憲民主の,その固定層の、ね、考え方なんですよね。うん、でもこれね、うん、今の社会ってそうなんだけど、はい ものすごく複雑になってるので至る所にトレードオフが起きてくるわけですよね。うん、こあちらを立てばこちららをばこがいいっぱいあるあるものを解決中するとそれに副作用が起きてしまうのでまた別の問題が,起き上がって立ち上がってくるってことは、ねうん、やたら通るからそうするとねそれをね全部ひっくり返してバーンと直そうとしても多分うまくいかないケースが多い。 だなんかやっぱり立憲民主はねそこをね分かってなくて何でも小刻み回収じゃダメだって全部一人返せっていう方向に行ってしまうので、うん、うまくいかなくなっているってこところなんですね。この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。 自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営し、月刊、三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、 月刊、三方良し経営の見本紙さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック、創立96年、道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人、モラロジー道徳教育財団、 オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号ゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしだったでしょうかえ今週のオッケーコージーアップはですね連休の間も通常通りお届けしました 例年よりもですねゴールデンウィーク期間中連日、最新ニュースをお伝えしてきましたが聞き逃しちゃったなという方はぜひ、ポッドキャストや YouTube ラジコのタイムフリーなどでニュースチェックしてください、えー、私はですね、まあ、ゴールデンウィーク期間中 OK、コージーアップはあのいつも通り放送があったわけですけれども放送終わった後にちょっとお出かけしてみたりしました。 番組のインスタグラムにもアップしたんですけれど木曜日に久しぶりに浅草に行ってきました多分初詣以来ですかね浅草に行ったのは、えー、と番組終わってから行ったのでだいたい9時30分ぐらいに浅草には着いてそこからまあ11時ぐらいまでですかねブラブラと役払いもあったりして行ってきたんですけれども、あのー、番組スタッフからその浅草の賑、ね、やかな感じを 写真に撮ってほしいといととうことでこう自撮りをしようと思っていたらですね自撮りを撮ろうとすると人があまりにも多いので誰かの自撮りに映り込んでしまうということがあってえ何とか写真を撮るのにも苦労したというところなんですけれども本当に中見は10時ぐらいからですかねもう続々と人が集まってきて歩くのもちょっと少し大変かなというぐらいでツアーの方とかあと海外からの観光客の方もたくさんいらっしゃっていてにぎわっていましたね屋台も出ていました。 大安だったので木曜日あの新郎新婦がこう人力車に乗って練り歩いているところとかもこう見られたりしていい瞬間に立ち会えたなと思いました、ね、子供の日が昨日五5月5日でしたけれども鯉のぼりも大空に泳いでいてでもう少しで三社祭りも行われるということだったのであのおみこしもね並んでいてまさにこう修理をしているところで準備着々という感じでしたね。 えそんなですね浅草でちょっとゴールデンウィークも満喫したんですけれどもあの以前、番組で紹介した銀座スカイウォーク銀スカが5月4日、5日に行われましたこちらにもですね私、行ってまいりましたえ有楽町、京橋、銀座、新橋の高速道路のイベントなんですけれどもあの経験線って皆さんご存知でしょうか。 銀座5ですとかあと西銀座デパートの上を走っている高速道路なんですけれどもこの KK 線は、えー、東京高速道路株式会社が無料で、えー、共用している自動車専用道路東京高速道路のことなんですけれどもこの KK 線をゴールデンウィーク中に 2キロにわたるその高速道路上を歩くというウォーキングガイドツアー銀座スカイウォーク銀スカーというものが開催されましたそこに私参加してきましたので今回は取材レポートでお伝えしようと思います YouTube で視聴されている皆さん動画で取材の様子をご覧ください 東京高速道路京成線新橋入り口からスタートして、新京橋までのおよそ2キロ歩くイベントを銀座スカイウォーク。えっと、私はですね、今、銀座有楽町のところまでやってきました。えっとですね、私が今立っているところの右手に、マロニエゲートとか。あとは、丸の内東映があって、左手に、丸い。 と、あと読売体感が見えていますね。そんなところに今私は立っています。もうすっきり晴れて日差しが強くってまさにこうお散歩日和だったんですけれど、この銀座スカイウォークなんと倍率は9倍だったそうです。 いや、本当に来られてよかった。いや、東京都では、日本橋周辺の首都高の地下化に伴って、この京成線を。自動車専用の道路から、歩行者中心の公共的空間。東京スカイコリドーへ再生する取り組みを進めています。で、その、東京スカイコリドーのイメージを多くの人に感じてもらうというイベントが、この銀座スカイウォーク。なんですよね。新橋から歩いてきたんですけれど。あの、すきやば交差点のところですとか、いつもだと、その、京成線を見上げていた。 のが今回はこう見下ろす形になって、すき家橋交差点をこう行き交う人たちを眺めていて、こう視点が変わって面白いなと思いました、あとあの土橋の辺りだと、新幹線とか、あと山手線、京浜東北線が間近で走っていて、こう並行して歩いているのが不思議な気持ちになりましたね。 楽しみながら歩くのってとっても気持ちいいなと思いましたで今、私がいるこの銀座有楽町のところはとてもあのにぎやかな雰囲気も伝わっているかなと思いますが今回は再生モデルエリアとして東京スカイコリドの完成イメージを表現しているエリアになってるんですよねなので今、ちょっとこう歌とか音楽も聞こえてきてますけどキッチン感もありますしちょっと横になれるところとかあとステージイベント あと展示ななどももあってとってててと賑やかになっています2030年代から2040年代が東京スカイコリドの完成と言われているんですけれども公開収録とか生放送ができたら面白いかも気持ちいいかもなんて思いましたこれからどんな整備がされて新しく生まれ変わっていくのか本当に楽しみです取材した模様番組のインスタグラムにアップしますのでぜひチェックしてください今回は銀座スカイウォークを紹介しました OK コージーアップ週末増刊号。続いてはこれからのニュースの予定をご紹介します。5月7日日曜日競馬 NHK マイルカップ開催。 5月8日月曜日、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを季節性インフルエンザと同じ5類へ移行、IPEF ・インド太平洋経済枠組みの首席交渉官会合を開催、3月9日10日の金融政策決定会合を議事要し、発表、5月9日火曜日、定例閣議、4月の中国貿易統計発表、 2022年度と3月の家計調査発表、3月の毎月勤労統計調査速報値発表、5月10日水曜日、4月の CPI ・アメリカ消費者物価指数発表、3月の景気動向指数速報値発表、5月11日木曜日、G7 財務省中央銀行総裁会議開催。 4月27日、28日の金融政策決定会合、主な意見発表、4月の企業倒産、景気ウォッチャー調査発表、5月12日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、1月から3月期のイギリス GDP 速報値発表、アメリカ・スペイン首脳会談、G7 科学技術大臣会合開催、 G7 教育相会合を開催5月13日土曜日 G7 保健相会合を開催 EU ・インド太平洋諸国と閣僚会合を開催続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します5月8日月曜日外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん9日火曜日政策アナリストの石川和夫さん 十日水曜日数量政策学者の高橋洋一さん十一日木曜日学習院大学特別客員教授元中インドネシア大使の石井正文さん十二日金曜日キャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さんコメンテーターの皆さんは六時台からの登場ニュース解説をしていただきます OK コージーアップぜひお聞きください この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと元航空自衛隊空将の織田邦男さんです OK コージーアップ週末増刊号 道徳って何だろう思いやりって必要なのその答えは道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは創刊50年。 日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー道徳教育財団こんにちはジャーナリストでキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健次です この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です今回のお相手は元航空自衛隊空将で冷卓大学特別教授の織田邦夫さんです よろししくお願いいたします織田さんとは昨年の7月ですね濃厚な番組をやらせていただいたんですが <laughs>、はい、またあの7月からこの相当この日本を取り巻く安全保障の環境が変わったので,で、ね、ちょっと今日もその続編という形でディープに行かせていただければと思います、はいはい、でまずあの織田区長のこの度は正論大賞のご受賞おめでとうございます第38回あ,ありがとうございますおめでとうございます戸惑っておりますいや、実力不相というかですね 1> 第回回からもうそうそうたる知的巨人のような人でですね私のような学者でもなければただの自衛官 OB っていうのは初めてもらうわけですよ。いやいやいや だからそういう意味で非常にあの、晴天の息息というかで,す、ね、いやでも本当に私、受賞理由を拝見して、うん、このまさにウクライナ侵攻に始まって、うん、中国と台湾問題、うん、この北朝鮮のミサイル、安全保障もこの分かりやすく分析をされて、説明していることが評価されたっていうのは、やはり今のこのトレンドに合っている、極めてあなんだろうな、た、まあ、多分ですね、私も今、あの大学で教えてまして、はい、去年初めて総合安全保障講座というのを開いて。はい で去年が七十三名選択科目でです、ねはい、今年百八十名おおすごいですね。だからそれだけその関心があるというかですね。ええ、安全保障に対してそれは世間一般も多分同じだと思うんですね。ウクライナどうなってんだと。あのまさに前回のあの私のリスナーとかツイッターのフォロワーもあの空笑がおっしゃった、うん、まさにこのウクライナ侵攻によって、うん、正直我々自衛官も戦争っていうのは、うんうんうん こう仮想の世界<う>世界たクションだったんですよだそれがリアルになったっていうところがやはり皆さん響いていてですね今日はぜひそのあたりの話をよろしくお願いいたしますリアルにお願いいたします <laughs> あのそこで言うと、やはりこの北朝鮮のこのミサイル、うねうん、もうこの頻度といい、技術的なものといい、うん、もう異常なこの度合いですよね、うんうん、まさにこの間の4月の13日、J アラートが発出されたと、ね、まさに北海道の,この南東部に着弾するんではないかということで、うん、こうかなり緊迫した情勢でしたが、うん、今回のこの北朝鮮の意図って、どのようにお考えでしょうか。まあ、多分、まあ、最終的ににはワシントント ぶち込める能力を持つというのがですね国家としての最終目標なんでしょうが、はい、まあそれに対する、まあ、あのステップアップの一段階だろうというふうに思ってますで何よりまあ試行錯誤の繰り返しですからね、うん、で独裁国家と独裁者というのは失敗認めませんからだからそういう意味ではですね まあ、民は上に苦しんでも、うん、もうリソースをすべて突ぎ込んでね、うん、国家目標に、まあ、独裁者ならではのことなんでしょうね。でトランプ政権の時はまだですね、えー、振り向いてくれたんですよ。はい、でバイデンはね もうほとんど振り向かない、はい、で国家安全保障戦略バイデンの、ね、10月に出したやつにも書いてるもうさらりとね拡大抑止を強化して、ね、対話によって解決する <laughs> <ら>何なんだってこれかなりあ <laughs> 使用対応ですよねだからね振り向いてくれない<ー>しかもですねこれは国連決議違反ですよね、はい、で国連決議違反でもね違反だということで制裁の議論をしようとしたら中路がね中路が 拒否権使ううとということ、はいこでででそれもできないんですねだからこれはある意味ウクライナの影響を受けてるんでですすよねね,中路ねだからもう本当非常にやばいあのルトワックが言ったようにですねあの核というのは非常に使いにくい兵器であると、うん、じゃあ無駄かというとそうではない、ね、核というのは使われない限り有効であるとこれはルトワックのパラドックスね。 これそのものだと思うんですよ。特に持ってない国に対して有効有効なんですよ。しかもね、うん、その使う本人が正気でないことが、えー、ことの認識がある場合、さらに有効であるということですね。金正恩ならね、二十三十にそう,、ね、そう使うだろう、うん、と思ってるかこれはできますとね、やばいですよ。そうですね、だから一万五千キロの えー、距離が、ね、これ必要なんですね、はい、アメリカ全土を稼ごうとカバーしようと思って、ね、それに着々と、えー、昨年から火星17、18と、はい、これはもう、えー、あとわずかで完成といったところまでいってんじゃないですかね。ねこの間のアメリカの、はい、軍の人間とちょっと意見交換をしたんですが、はい、彼はずっとこう北朝鮮をモッチしているんですが、はい、やはり今回の火星18はもうショックだったと。うんうん、やはりその最初のこのこ 第一の段階の時っていうのはもう、まさに北海道に狙ってた、それが急にこの垂直に上がったっていうのこれも本当に彼らの言葉を借りると、第二のスプートニックショックだってい言い方をしてたす、ね、つまり、あの当然、北朝鮮の,あのミサイルなんかあのしょぼいと思ってたら、うん、知らない間に気づ,く気づいたら抜かれていたというふうに言ってた。た、もう一つ言ってたのは、そのやはり今回、固体燃料ですよね。固体燃料ってもう いくらでもこう動ける、うん、もう予知がしづらいと、うん、いう意味ではその二重の意味で迎撃が難しいというふうに言っていましたが、うん、この辺りのり空襲はなでうかあのです、ね、まさに固体燃料というのは燃料注入の時間がありませんから一番対処しにくい、はい、こう衛星で見てても、はいえー、衛星の偵察の感激を塗って、ね、や,るやられると、うん、全く対応できないというのはあります,す一方で、ね、言われてないのは今回見てみますと急輪、操輪車。はい あれのだから2つで18ですよね,すね18に固体燃料のロケットというのはね燃料が満載のまま動くっていうことですよ。あなるほどだからね、えー、その火星17号は液体ですよね。そうすると空なんですよ動くときは動くときに入れられないんですね、うん、燃料とっていうのはね。だかから、えー、っと約トトンかな48トンなを 18の車輪でね、支えなきゃいけない、これはね、単車輪荷重がね、2.5、はい、トンぐらいなんですね、かなりのこれはね、北朝鮮で耐えれる道路あるのかなと、確かに舗装の道路って少なかったです、ねうん、で固体燃料の弱点ってそこなんですよなるほど 重いままね、はあ、移動しなきゃいけないかも、えー、北朝鮮はねいっぱい川あるんですけど川をね、えー、要は40トン50トンのものがね越せる橋があるかというとそうでもないんですねだからこれはあ,のある意味ね、えー、やっぱり弱点をよく見ればアメリカはそこに対していわゆる反撃能力つまり撃つ前に撃てるというチャンスが出てくるというのはありますよ。だからそこはね あのまさに、えー、燃料注入の時間がないから即時性がある、えー、瞬発力があるよということを言われるんですが一方やっぱり、ね、欠点も。 今国で見てると思いますよ私も2018年に初めて平壌に取材で行ったんですけどもちろん平壌の周辺はしっかり道路もしっかりしてて滑走路になるような道路があるんですけどちょっともう郊外に行くと舗装も結構微妙なところもあったので確かに空襲おっしゃる通りかなりそこは厳ししいいかもれなあらゆる手を尽くしてね打つ前に潰すっていうのは当然ね 考えてますよなるほどで私が現役以来ねもうこ,れこれはいじゃないから <laughs> お話できるからね、はい、ああのクリントン政権の時ね、はいはい、1995年か、はい、5年6年ですね、はい、あの頃ねアメリカとよく、まあ、私担当で、えー、調整してたんですけどね、はい、彼らは言うのにねもう戦争一歩手前だったんですよ。攻撃ででね、はい、トマホークで、はい 攻撃するということまであのちゃんと作戦計画に、ねはい、載ってたんですね。これはもう出張の事実だからお話できるんですけどね。でその時にね面白いなと思ったな、えー。彼らの言葉を借りて言いますとね、えー、要は山に要は穴をくり抜いて洞窟にしてると。はいはい、その山はみんな北斜面に作ってるって言うんですね。だからあれと一緒ですよ。台湾のね台湾のシェルターは あのー、東東山の東がなぜかというとトマホークこう曲がって要はカーブさせて後ろから打たなきゃいけない<ー>言ってましたでこれはね難しいんだよと言ってたらあっという間にねソフトを回収してね曲がって要は迂回していけるようにやってました<ー>あの時ねあだからすごいなと思ってそしたらね北朝鮮はもう敵も去るものでね、はい 谷をくくぐってそれでくぐってくるところのね経路のところにね高いね竹筒みたいなのを作ってる、はい、それちょっと引っかかったら巡航ミサイル終わりですからはあじゃあそう北朝鮮からもうそういうの十分把握し,そうそう把握してるんですよでね<ー>そしたらこれどうすんかなと思って、えー、いやいやいやもうね途中でポップアップするようにやったとなん<ー>かそれだけね<ー>あそのもうなんていうか え相手の対応を考えながらお互いにねでソフトウェアを変えていく。だかかららあれからもう 20年近く経つわけでしょう。はい、30年か,30年か <laughs> なると、はい、今度トマホークカうチだね。相当アップデートされてるだろうなと吉い先う生う。うしうもう本当にその作戦のニーズに合わせてね、あっという間にね、ソフトウェア回収するんですよ。それがやはりアメリカの強さですね。そうですね。だからあのー、あの時の話思い出しますですけどね。当然ね、あのー、考えてると思いますよ。ただあのー、その時に言ってたのは。 可能性のある洞窟がね、はい、10,000って言うんですよ<ー> <laughs> だから、ね、1万単位だったらね<ー>絞れないって言うんですよ<ー>いわゆるこれターゲッティングって言うんですけどね、はい、でしかも、えー、洞窟から洞窟への移動は衛星を見ながら偵察衛星のない時に移動するからね、はい、分かんない<ー> <laughs> だから当然これはやってると思いますがあれからまあ30年も経ちかますからね当然そのインテリジェンス能力も上がってるだろうししかもえ先ほど言ったように50トンのものを18輪のね 車輪で運ぶってて、限られてくる。そうですね。それから絞ってきてね、うん、どこどこどこ、いざという時はこことここを叩けばいいっていうね。アメリカはね。考えてると思います。ただ、あれ、あれですね。確か昨年でしたっけ、あの池から撃ったの。なかなかあの狸とキと狐のみたいな話で。いや、意表はついてますね。ね <laughs> <ー>本当に先ほど苦笑しちゃった通り、その構ってほしいっていうところで言うと。やはり十八年に私行った時も、その北朝鮮の外,外務省の人と意見交換をしたんですけど。やっぱりそのバイデン。 うん、当時、まあ、まだ、あの、前副大統領ですよね。うんうん、の時に、あの、まさに、あの、戦略的忍耐とはいはい、はい。あ、そうです、ね、戦略的忍耐って、分かりやすく言って無視するってことじゃないですか。あれを考えたのは、あいつだと。<laughs> だからもうあの、彼は許せないんだっていうのを言っててでで、当時まだ2018年、トランプ氏がまだ、うん、あの出たばっかりだったんですが、バイデンが出る可能性は何パーセントだと思うかとって聞かれて、当時なんて、んえー、何言ってんの、この人と思ったんですが、<laughs> そ,すそのぐらいやはりそのバイデン氏に対する警戒感っていうのはあ,あ,う、ね、ありましたね。だから本当にねもう完成は まあ時間の問題だと思うんですよねあ<ー>その時にどうするかというのと、やっぱり日本もその一言じゃなくてね、そう,ですいやそうで言うと、一番最後に伺いたいのは、うんうん、日本はどうすればいいんでしょうか、だから日本は日本でで,ですねあの、これは拒否的抑止なんですね、はい、拒否的抑止、まあはい、懲罰的抑止と拒否的抑止あるんですけど、はいえー、北朝鮮がまあ、 えー、核ミサイルを日本にっっちゃったらもうそれ終わりなんですね、うん、終わりだから撃たないかというと撃つぞというわけです、えー、威嚇恫喝についてはね、はい、極めて力を持ってるんですねだからその威嚇恫喝をその初期化する無効化するのが拒否的抑止なんですね、うん、そうしますと我々としては拒否的抑止としては、ね、来ても大丈夫だよと、うん、叩けるよと。 いうのとそんな打った瞬間、その、うん、そこに対して打ち込めるよというものを持たなきゃな、うん、これあのミサイル防衛そのものなんですけどね。はい、あの これ反撃能力というのはなんかあたかも先制攻撃、まあ、あるいは懲罰的抑止みたいに思ってますが、はいえー、アメリカの定義ではこれミサイル防衛の中に入っているんですそうそうそう,そうだから拒否的抑止としてのミサイル防衛を完成するうそういう意味ではねあのイーサーショアは私はやっぱり陸上に配備すべきだと思いますよ。あんな海に 配備するってもう理屈が通らないことを平気でやってるけれども、ね、やっぱり24時間365日ね、えー、要は弾道軌道のミサイルについてはいい差しをいれますよというのと。はいはい じゃあそれに対して弾道軌道じゃなくてイスカンデルみたいな不規則な軌道のミサイルが出てきました。これに対しては、まあ、あの拠点防空でね SM6 みたいなミサイルありますけど、はいはい、あれはまあ守備範囲が極めて狭いんですね,ですね、うん、だからそれに対してはやっぱり反撃能力でうつく前に叩くと。うんはい、これは全部が揃って予約 拒否的抑止になるんですよつまりそれは相手の核の威嚇恫喝を初期化する初期化する無効化するということを持たないけど日本人がまずパニックになるって一番弱いんですねもうこれああののね戦争より平和で平をなんて言って変な対応をするみたいなもう譲れよみたいなね降伏しろよみたいなもう敗北主義これ一番ダメなんですでもこれ敵方もそれを見てますからそうですねだからそこはね 大丈夫ですよと我々全てにわたってあの対応できる能力を持ってますということでそれを示すことによってね相手があこれは打つことがメリットなのかデメリットなのかとそういう判断でまあ金王朝の存続ということを見るでしょう。 それは世界的に国際的にどうなんだというのを見ていやこれはちょっと損だなというふうになると抑止力が働くとこういう話ですから、はい、だからそこはあの国民がしっかり理解してもらわなきゃいけないと思うんですね,ですねありがとうございます次回はじゃあそのあたり日本の防衛ということで3文書の話なんかをちょっと伺っていければと思います今月は元航空自衛隊空将で麗拓大学特別教授の織田邦夫さんにお話を伺っておりまますす次回もよよろろししししくくおお願願いいいたします OK コージーアップ週末増刊号 OK コージーアップ週末増刊号 毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の安倍隆さんに登場いただきまして世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説していただきますそれでは安倍さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします5月の注目銘柄は 2162NMS ホールディングスについて解説いたします 皆様こんにちは株式投資で夢と安心そして楽しさをお届けするアレス投資顧問代表の阿部ですゴールデンウィークも終盤戦を迎えておりますが皆様いかがお過ごしでしょうか新型コロナの感染法上の位置づけが連休明けに5類へ移行するのを控え各地でコロナ禍前のにぎわいが戻ってきておりますよね一方 ゴールデンウィークにもかかわらず予約を制限しているホテルや店内営業を休止する回転寿司店があるなど人手不足の問題が改めて浮き彫りになってきていますそこで今回は人手不足解消をテーマに 2162NMS ホールディングスを取り上げてみます NMS ホールディングスは 安全安心な電源製品を提供するパワーサプライ事業製造業のファブレス化に対応するエレクトロニクスマニファクチャリングサービス事業そして人材関連のヒューマンソリューション事業を展開しています人口減少が続く日本において人手不足解消の鍵となるのが外国人労働者の雇用ですが 厚生労働省が公表した将来推計人口によると2020年に1億2615万人だった総人口は2070年には現状から3割減の8700万人に落ち込みこのうち外国人は1割を占めると想定しています同社はヒューマンソリューション事業において2017年に 外国人技能実習生向け研修事業会社を設立独自性のあるソリューションを提供するなど外国人雇用を推進していますベトナム拠点では日本・ベトナム両国政府・日系企業の協力による政策対話の枠組み日越共同イニシアティブ高度人材育成ワーキングチームに参加 ベトナムにおける高度人材の育成に取り組んでいるほか住友商事が開発運営する工業団地とタイアップしたサービスも展開していますまた政府の有識者会議は外国人が働きながら技術を学ぶ技能実習制度を廃止すべきとした上で日本での人材確保と人材育成を目的とした 新制度を創設するよう求める中間報告をまとめていますので日本が抱える労働人口減少という問題の解決に向けて同社の勝機も広がることになりそうです業績面を見てみましょう2月13日発表の23年3月期第3四半期決算で売上高は前期比25.3%増の 億万円営業利益は5億1300万の黒字転換となっていますヒューマンソリューション事業は新規顧客の獲得や既存取引のシェア拡大による在籍人数増加に加えベトナムでの請負い・受託の利益率改善の効果もあり前年同期に対し増収増益ですさらに4月19日に月日は 二十三年三月期の業績予想を情報修正。売上高は前回予想比零点三パーセント増の七百九十二億円。営業利益は同十四点二パーセント増の十三億七千万円です。各事業とも需要は顕著に推移していることに加え、抜本的基盤強化策の成果が寄与しています。四月二十四日には。 24年3月期から26年3月期までの新・中期経営計画を発表ヒューマンソリューション事業ではデジタル技術 AI を活用し事業運営の効率化を加速させるほか海外人材の採用から定着までワンストップで提供するグローバルプラットフォームサービスを展開する方針で26年3月期の売上高は 今期予想費53%増の355億円を見込んでいます全体の目標数値としては売上高で今期予想費26.2%増の1000億円純利益で同7.4倍の25億円を計画一株利益は160.84円と見込んでおり5月1日の終値574円で見ると 予想 PER は3.56倍となりますので5月1日時点のスタンダード全銘柄の予想14.39倍と比較すれば26年3月期に向けて水準訂正予知は十分ですね今回の5月注目銘柄は以上となります個別銘柄についてより詳しく知りたい方は アレス投資顧問ホームページより無料メルマガのご登録により毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれますまたリアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube 阿部隆の投資 TV も毎週配信していますのでぜひご覧くださいそれではまた次回お会いしましょう「アップ週末増刊号 アレス投資顧問株式会社代表取締役の阿部隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきましたあなたと一緒に作るニュース番組日本放送のップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ FM 放送 AM 放送はもちろんラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新葉一華でした